デンジャラスは変えたいので、ここら辺に、ちょっと作りますか。その時にこのプランニングが、多分、役に立つのかな。例えば、こんだけやって、で、何をしたいかっていうと、セルを置きたいんですよね。で、セルが条件が 2×3 か。こういうことか。2×3 でやるじゃん。こうやって。これ通路でしょ？通路。じゃあ壁。通路、壁。2×3。そうそう、こういう風にやりたいんだ。で、これがパスウェイ。だからこういう作り方で、8人分あれば、変な話、いいんだよね。これで8人来るんだよね。軽犯罪の人と、普通の犯罪の人がいるのか。最小限のセキュリティで OK なのと、中ぐらいの、要はちょっと割るみたいな。まあいいか。ね。基本、全員入っていいようにしとくか。おっと、これ間違えた。まあでもこういう感じだね。よし。これで作ろう。まず、ブルドーズしちゃおう。で、クック、もう、あれだね。1、2、3、4人、15人いらない。もうこんないらないかもしれない。もっと言うと。ガード2人、用意しろ。でね、目標に書いてあるから、もう2人用意しちゃうね。で、料理人2人、よいしょ。よし、これで、助成金が降りたね。で、あと、ここを、このでっかいジェル好きだね。よいしょ。こうかな。これでバンバン作っちゃって。あ、多分暗いんだよ、これ。予想。ギリなのかわかんないけど。ギリ暗いのかな？どうなんだろう。絶対暗いっしょ。絶対暗いっしょ、これ。こんぐらいやっとくか。お金もね、ないからね。あと、こういうものを置いとくの、ほんとやめてほしいんだけど。何これ。何これ。電球？なんで？電球とか置いとくのやめてほしいんだけど。しかも壁ないし。壁取ったね。いきなり。あれ？なんで取っちゃったん？壁。壁取らないでしね。よいしょ、よいしょ。多分こういう感じかな。よいしょっと。こっち向けのがいいかな。で、こう思うんでしょ。これ何これ。いらないでしょ、これ。ガードはここ守ってるね。ガードに確か指示がね、出せるんですよね。ちょっとまあね、あんまり急がないでね。よいしょ、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 よいしょ。おっと？よいしょ、こうかな。あんまり急いでもね、しょうがないですよね。よし。おっと。もうこれ、いらないんじゃないこれ。おっと、なんだ。
この辺だ。これ塗りつぶせるのかな？セルにしたら。なんか後ろにありそ、あるね。よいしょ。よいしょっと。これ、この後ろのいらないんだけど、このプランニングの。こういうこと？こうか。こうか、こうか。わかったぞ。ね。プランニングはもういらないですよ、と。これ全部いらないよって。よし。たらば、セルですね。よし。うん。で、セルにはベッドとトイレと、うん。ベッドとトイレが必要だと。こうかな？こうかな？ね。こうやって置いといてあげて、こうでしょ？で、ベッド。ベッドどれ？これ。このベッド？これでいいの？バンクベッド？何これ？え？二階建てか。おお。二階建てのがいっぱいあるね。あ、二階建てにしようかな。よくね、映画でこういう、ありますよね。よしよし、二階建てだ。喧嘩すんだよ。ね。つまんないことで喧嘩すんなよって。電気がなぜか。必要なんですね。トイレだからあれも必要なんですね。どこまで？ここまできっちりか。こうか。ここだね。あれ？違うね。ここか。よいしょ。あと6時間で来ちゃうね。なんかいろんなものが本当に散らばってるとそれが狂気になっちゃうからね。で、これ外みんな行っても退屈だろうね。だから、せめてなんかベンチでも置いといてあげようか。これ退屈しちゃうから。パッと、パッと。まあ、こんな感覚で。全然等間隔じゃないところがね、いいですよね。あとこう、筋肉鍛えるの、あるよね、これ。得意の。皆さん得意の。ここでやればいいじゃん。ベンチプレス。よいしょ。この特別ね、こんだけね。そうそう。あとはもう普通にわーやってくださいよ。おー、電話とか。かけたいよね、電話とかね。うん。いや、じゃあテーブルで、こう、喋っててもいいよね。ベンチでこうやって。よし。らしくなりましたね。最初に来る人はこっちに来るのかな？それともこっちに運ばれるのかな？ああ、そうだそうだ。グラント次のもらうか。オフィスとかを作るグラントですね。二つのオフィスを作ってくださいと。うん。オフィスっていうのはサイズが決まってんのかな？オフィス、オフィス、オフィス、オフィス。これか。4×4 か。どこに作ろう？どうしようかな。プ
ランナーじゃないけど、なんか、こういう感じで、道作って、こっから入れるようにして、こういう感じで、これでいきますか。ね。こうだから、どうすんの？なかなかどうすればいいのかが。こう作るの？こう作るのかな？こういう感じかな？まあいいや、これで。で、ワーデンをね、ハイヤーして、なんか、ファイナンスをアンロックして、アカウンタントを、任命せよと、雇えとか。あ、これ何？ベッド？え？あ、これ、ベッド反対向き？え、細か。違うな。あ、このベッドはここには向かないんだ。おー。なんで？なんでダメなのこれ。まあいいや。っていうか、あと3時間で来ちゃうよ。やばいよ。やばい。ベッドなしじゃん。ベッドなしはやだな。ベッド、早く早く。その段々ベッド何に使えんのこれ。参ったな。段々ベッドが。受け入れられなかった。そんなことってあんの？やだな。だんだんベッドはここ？置いてみようか。多分いっぱいあるもんね。ここに置くの？なんかおかしくない？これなんかすごい収容所になっちゃう、これ。しかも、どっちも階段あるし。まあいいか。これで置いとく？なんかすごい、本当に。すげえな、みたいな。なんかすげえな、みたいな。感じだけど、まあ、いいや、こうやって置いとこう。もう一個あるけど。トイレの前じゃさすがに。かわいそうだしな。さあ、これで要件は満たす？満たしたっぽい？おお。あ、結構早くできんだ。ひょっとしたらこんなん作ってる場合じゃなかったかもしれないけど。そっか。わざわざこっちに通路作る必要もなかったかもしれない。ね。抜けちゃったんだ、ここは。丁寧に。よいしょ。意味なかった、この大きい通路。多分。ドアにしよう。スタッフドア。ね。で、スタッフドア。おっと？2時間切ったか。あとはね、一応、こうやっとこう。ね。よし。ちょっと大丈夫これ。武器になっちゃうんじゃないこれ、武器。これ、売っちゃおうと。お、勝手に売れちゃうんだ。これ、何これ。おう。どっか保管して、もういや、捨ててちゃう、捨てて。ちょ、片付けよう。もうこれ、まずいって。これ武器になっちゃう、武器。あれ、ベッド。あ、ちょ、だ。これダメでしょ、これ。よいしょ。お、これ何が？
ベッド、これじゃあもう捨てて。持ってってくんないの？あ、違うよ。これ持ってってくんないっていうか倉庫がないからだ。多分。